第10代ダンドナルド伯爵、トマス・アレクサンダー・コクランは、イギリス海軍の提督で、旧進派の政治家。連合王国海軍少将、第10代ダンドナルド伯爵、マラニョン公爵、英国海軍バス君爵士。1778年からダンドナルド伯爵を、相続する1831年まで、コクラン教と称した。コクランは、ナポレオン戦争において、 最も大胆かつ成功した艦長の一人であり、フランスは彼を海の狼と呼んだ。彼は一旦イギリス海軍から退いた後、再び提督として復帰するまでに、チリ、ペルー、ブラジル、及びギリシャの独立戦争において、反乱側の海軍に身を投じた。彼の波乱の人生とその業績は、20世紀の小説家 C.S. フォレスターの書いた。 ホーンブロワーシリーズやパトリック・オブライアンのオーブリーマチュリンシリーズなどの海洋冒険小説に影響を与えている。トマス・コクランはスコットランドのサウス・ラナークシャー州ハミルトンの近くアンスフィールドの地で第9代ダンドナルド伯爵アーチボルド・コクランとアン・ギルクリストの子として生まれた。アンはイギリス海軍の艦長ジェームズ・ギルクリストとアンドバートンの娘であった。 コクランには6人の兄弟がおり、その一人は第15コノエ竜騎兵連隊のウィリアム・アースキンコクラン少佐である。彼は1808年から1811年にかけてのスペインでの戦争でサージョン・ムーアの下で大きな活躍をした。コクランの人生はスコットランドの上流階級と軍人という両親の家系からあらかじめ定められていた。彼の父親の兄弟の中には 後のサー・アレクサンダー・コクラン提督がいた。彼らの家の財産は減少していき、1793年に夫妻を弁済するために屋敷と辞書を手放すに至った。おじの影響力によって、コクランは4隻のイギリス軍艦の乗組名簿に記載された。これは将来彼が海軍に加わった際に主官になるために必要な勤務年数をあらかじめ記録しておくことを目的に、 当時よく行われた方策であった。彼はイギリス陸軍での不本意な短期のキングの後、1793年、フランス革命戦争の勃発に伴って海軍に入隊した。コクランは最初におじの指揮する軍艦、ハインドに上艦してバルト海で軍務に着いた。1795年には見習い士官として軍艦、テティスに移った。翌年、彼は 会議任用試験にパスし、士官名簿に登録された。そして1798年には、軍艦、バーフラーに移った。バーフラー勤務中に、コクランは、副長フィリップ・ビーバーに決闘を挑んだことで、軍法会議にかけられた。コクランは重罪には問われなかったが、上官侮辱の角で検責された。これは、彼が、この後議会や、複数国の海軍において発揮した。 上官、部下、雇い主、そして同僚の多くと強調できないパターンの最初の例である。それは彼と共通点の多い同盟すべき者のとの間でも同様だった。このことは彼がセント・ビンセント伯爵、ジョン・ジャービス帝徳と長い間敵対するに至る原因となった。1799年にコクランは旅獲したフランスの軍艦。 ジェネリューの開港を指揮した。彼とその開港員たちは嵐の中沈没を免れるため船酔いで役に立たない本来の乗組員の代わりにマストに登った。1800年にコクランはスループスピーディの指揮を命じられた。その年、商船を装ったスペイン軍艦に捕まりそうになったが、彼はデンマークの旗を掲げるとともに、 伝染病に汚染されていると信じ込ませることによって、窮地から逃れた。また、敵のフリゲートに追跡された時は、それが、スピーディのかすかな光を頼りにしていることを察し、損にろうそくを置いたものを流して敵艦に追わせ、無事に逃げ切った。コクランの最も有名な功績のうちの一つである、スペインのフリゲート、エルガモの旅客がなされたのは1801年5月6日のことである。 エルガモは319人乗組の32門艦だったのに、対し、スピーディの美法はわずか14門で、乗組委員も54人に過ぎなかった。コクランはアメリカの旗を掲げて、ガモの方がスピーディの戦隊を砲撃できないほど、そばまで接近した。もはや異常攻撃しか戦う手段はなかったが、スペイン艦の兵が切り込みをかけようとする都度、コクランは艦を離し、 スピーディの方で敵艦の甲板上の切り込み部隊を操作した。そして、コクランは、まだ5対1で敵が優勢だったにもかかわらず、敵艦に乗り込み、これを打破した。しかし、セント・ビンセント卿は、評判の良くない士官を飛ませることを望まず、海軍がエルガモを購入することを拒否した。エルガモは結局アルジェリア海軍に売却され、そのためにコクランとスピーディの乗組員は、 わずかな打保賞金しか受け取ることができなかった。コクランはスピーディによって17席の敵艦を打破し、またその多数席を焼き払った。1801年8月8日、コクランは直任艦長に昇進した。マルタ島でコクランは仮想舞踏会での門弱によってピストルによる決闘をするに至った。彼はその舞踏会にタイラスイフの仮装で参加しており、 それが相手に誤解されたのである。その後の航海で、国ンは3隻のフランス軍艦と戦って、捕らえられたが、ほどなくフランスの艦長との保留交換の対象となった。1802年の戦争再開にあたって、セント・ビンセント卿は帰ってきた国ンをフランスから捕獲した六等級私略船、アラブの指揮官に任命した。この船は大変操作性が悪く、 コクランには名を挙げる機会が与えられなかった。後にコクランは自助伝の中でこの船を石炭運搬船に例えている。1804年にウィリアム・ピットの新政権が成立してセント・ビンセントを更迭したため、コクランは32門フリゲート、パラスの指揮を任されることになった。パラスにおいて彼は再び三隻の軍艦に追い詰められる危機に遭遇したが、かつての ソンのトリックを用いて、それを逃れた。1807年に、コクランはフリゲート、インペリウスの指揮権を与えられた。そこには、主幹候補生として、フレデリック・マリアットが乗り組んでいた。コクランは、この船で、フランスの地中海沿岸を襲撃した。1808年には、コクランは、スペインのゲリラ部隊と協力して、 ヘロナとバルセロナの間に街道に睨みを聞かせていた、モンガトの要塞を占領した。その結果、デュスメ将軍指揮下のフランス軍は1ヶ月の停滞を余儀なくされた。もう一つの成果は通信中継所からの暗号書のダッシュである。彼はフランス軍が暗号の漏洩に気づかないように原本は残しておいたのである。水が不足した時、彼は補給のため、 インペリュースをローヌ川の川口から遡らせることさえした。フランス軍がカタロニアに攻め込んでロサスを取り囲んだ時、コクランはトリニダード要塞を数週間占領して街の防衛に貢献した。1809年にコクランはバスクロードの戦いの一部として河川の小部隊によるロシュフォール公役討ちの指揮を命じられた。それは若干の損害を与えたものの、 国ンには大きな機械喪失に思えたため、彼は艦隊司令官ガンビア提督を非難した。しかもこの意見を公に表明したことによって、彼はしばらくの間海軍の任務から外される結果となった。1805年、国ンは議会改革を訴えて、ホニントン選挙区から下院議員に立候補した。ホニントンは、 まさにコクランが撲滅したかった類の腐敗選挙区で、秘密投票の実態はなく、票の大部分は競売に付されていた。当時の相場は一票後ギニーであり、コクランは一切の金銭の提供をしなかったので落選したが、後日、彼に投票した人たちに、それぞれ10ギニーを贈呈した。1806年、彼は再びホニントン選挙区から立候補した。 そして今度は当選した。しかし、彼は今度は何も払わなかった。そのため、1807年の選挙で、コニントン選挙区で再選される見込みはなかったが、彼は今度は、ウェストメンスター選挙区で当選した。彼は18、1818年までこの議席を維持した。コクランは同様な急進派であるウィリアム・コベットや、ヘンリー・ハントと結んで、議会改革のために運動をした。 戦争遂行や海軍の腐敗に対する彼の率直な批判は彼の敵対者をより堅くなにする結果を招いた。また、バスクロードの戦いにおけるジェームズ・ガンビア提督の指揮への激烈な批判は海軍本部さえも彼の敵にしてしまった。1831年に父が亡くなり、コクランは第10代ダンドナルド伯爵となった。これにより彼は会員でなく、 上院に議席を持つこととなった。1812年に、コクランは、キャサリン、キティバーンズと結婚した。彼女は、スペインとイギリスの根欠の美しい娘で、彼より20歳も年下だった。この結婚は、彼の裕福な叔父バジル、コクランの反対を押し切った駆け落ち同様のものであり、そのためバジルはその甥の相続権を取り消してしまった。コクランとキティは、 1818 18年に英国国教会で、そして1825年にはスコットランド国教会で結婚式を執り行った。複数の教会で挙式したことは、コクランの長男、第11代ダンドナルド伯爵の相続資格に疑念を抱かせ、伯爵くらいの相続を遅らせる原因となった。キティは南アメリカでの彼の活動にしばしば同行した。 国乱は1814年の大証券取引所、詐欺事件の共謀者として裁判にかけられ、有罪判決を下された。しかし、彼はご反省を通じて無実であることを訴え続けた。裁判長であるエレンバラ教の判決は国乱に対する偏見に基づくものだったが、大部分の歴史家は国乱についての状況証拠から、彼が少なくとも、 共謀者の一人であったと考えている。1830年、チャールズ・グレンビルは、コクランが有罪であったとしても、なお彼を称賛すると書き記している。実際、ビクトリア朝時代を通じて、彼は無実だったと信じられていた。彼は、1時間の晒し台と1年の投獄、及び1000ポンドの罰金を宣告された。しかし彼の支持者が暴動を起こす恐れがあったため、 サラシダの刑罰は免除された。彼は議会と海軍から追放された。またさらなる不名誉として彼のイトの爵位が剥奪され、また不名誉除退の儀式が執行された。しかし彼はウェストミンスター選挙区においてすぐに会員に再選された。彼の弾劾と判決、特に品位を傷つけるサラシダの刑罰に対する市民の憤りは極めて大きなものだった。 全ポンドの罰金は一般の寄付によって賄われた。コクランはその後の人生を費やして有罪判決を覆し、命を復活させるために運動した。彼は1832年に王の恩赦を受けて軍籍を復活し、海軍少将に任じられた。しかし、ビクトリア城自らの干渉によって、ナイト社位の回復は1847年までは行われなかった。 そして1860年にやっと彼の旗はウェストミンスター寺院に戻り、かろうじて葬儀に間に合った。バルデビアの攻略を描いた絵画コクランは、チリの指導者ベルナルド・オイギンスの要請により1818 18年に非公式な形でイギリスを離れ、スペインからの独立戦争において、チリ海軍を指揮した。コクランは、夫人と二人の子供を連れて、 1818 18年11月28日にバルパライソに到着した。コクランは海軍中将に任命され、チリ海軍の再編を行った。彼はフリゲート、オイゲンスを指揮して、かつてフランスやスペインに対して言ったように、チリとペルーの沿岸部を攻略した。彼はイギリス海軍式の規律をチリ海軍に導入した。彼はバルデビアの攻略を計画し、 実行した。1820年、彼の指揮下の艦隊は、当時南アメリカで最も強力なスペイン軍艦であったエスメラルダを捕捉し、打捕した。彼は、チリのために、チリ南部のチロイトを占領することはできなかった。その後、コクランは、オイギンスから解放者、ホセデ・サンマルティンの率いるラテンアメリカ解放軍と共同して、チリ艦隊によって、 ペルーのスペインからの解放を実現するよう命じられ、コクランの率いる海軍によって上陸したサンマルティンの解放軍の手によりペルーは独立を成し遂げた。これはサンマルティンとオイギンスがリオデラプラタ連合州とチリの独立と安全のためにはペルーとアルトペルーの独立が不可欠と考えたためである。コクランはセントヘルナ島に流されていたナポレオンを解放し、 統一南米国家の統治者にする計画を立てたが、1821年にナポレオンが死亡したため、実行に移されることはなかった。チリ海軍はコクランを称えて、歴代5隻の船にコクラン、またはアルミランテコクランという名前を付けている。ブラジルはポルトガルからの独立戦争を戦っていた。南部地方は反乱軍が支配していたが、 ポルトガルはまだ北部を確保しており、その中でマラニョン州サン・ルイスは最も重要な都市であった。コクランは機関ペドロプリメーロによってブラジル海軍の指揮を取った。彼は義兄によってバインヤにいたポルトガル陸軍をマラニョンに避難するように仕向け、バインヤにいた輸送船体の多くを打破してマラニアンに開港した。そして結局はマラニョンも同じく儀系によって 幸福に導いた。さらに彼は部下のグレンフェル艦長をパラーに送り込み、同様の儀兄によってパラーをも幸福させた。コクランはマラニョン行政区の知事となったが、彼はこの境遇に満足せず、フリゲートに乗り組んでイングランドに戻った。コクランの統治の功績により、ブラジル皇帝ペドロ一世は彼をマラニョン公爵に封じた。エジプトから発信した。 オスマン帝国軍はギリシアの反乱を鎮圧しつつあった。ギリシア兵は規律が取れておらず、この方面での国乱の努力はあまり報われなかった。彼の部下のヘイスティングズ艦長はレパント湾を攻撃した。これは間接的にイギリス、フランス及びロシアの干渉を導くこととなり、ナバリノの海戦でのトルコエジプト艦隊の壊滅と列強の調停による、 戦争の終結に帰結した。これは彼の軍歴において努力がほとんど報われなかったおそらく唯一の行動であったと考えられる。コクランは海軍の士官名簿には復帰したが、ナイトの釈位が回復されるまで軍務に着くことを拒否したため、軍務への復帰は遅れた。コクランは東インド方面の最高司令官として勤務した後、来た。 アメリカ及び西インド方面の最高司令官を1847年から1851年にかけて務めた。クリミア戦争の時には彼をバルト海方面で活動させることも検討されたが、彼が冒険的な攻撃を行うことによって艦隊を失うというより大きいリスクが発生すると判断された。1854年には彼は、 連合王国海軍少将という名誉職に任じられた。晩年、コクランは GB アープの協力を得て自助伝の執筆を行った。コクランは1860年10月31日、ケンジントンで亡くなった。彼はウェストミンスター寺院に葬られた。彼の墓は回廊の中ほどに置かれている。コクランの経歴は海洋小説作家たちのインスピレーションを刺激した。 最初は、キャプテン・マリアットで、彼は、実際に、主観候補生として、コクランに仕えた経験があった。20世紀には、C.S. フォレスターの小説、ホーンブロワーシリーズの主人公、ホレーショホーンブロワーや、パトリック・オブライアンの小説、オーブリーマチュリンシリーズの主人公、ジャック・オーブリーの経歴が、部分的に、コクランの業績になぞる形で創作された。 ありがとうございます。